でも困りますね。はい、ではすごい簡単ですけれども、はい、はい、はい、聞いてますかこれ、はい、はい、あ、今一瞬入りましたね。なんかちっちゃいけど入ってるんですね。指向性が強すぎるのかな。あ、こっちは、まあ、でもそんなに、うん、大丈夫ですよ、肉声大丈夫ですね。はい、はい、はい、本日は、ロシアの映画祭、アムール国際映画祭とナルチク、アムールはアムール州政府主催の、アムール映画祭で8本の日本映画を紹介させていただいて、その時にあの、ご招待をいただきまして、10月の14日から、始まりました、ロシアのコーカサス地方のアムールナルチク国際映画祭に初めて日本映画として上映をしていただきました。私の上映させていただいた映画は始まりの日、ベーシックインカム元年という映画だったんですけれども、あのその上映時間90分、時間をいただきまして、その他に、ワセダブラスといいます、五条監督の、上映作品も上映してきました。また、盾集団の、カラスという盾集団の、サムライアクションの盾の舞台映像も、成地区国際映画祭で上映をしてきました。どんな様子だったかというのを簡単にご報告させていただきたいと思います。まずあのこういった形で、書いてあるんですけれども、現地のテレビ取材も受けました。最初にこれは、アムール国際映画祭の時にあの受けた模様なんですけれども、アムール国際映画祭では4万人以上の方が来場されまして、今までで日本映画を複数上映したというのは初めてのことだったので、大きく報道もしていただきました。そのおかげで、後半お伝えするんですけれども、あのモスクワで、ご縁がいただきまして、あの時ニュースで見たよという形で、新しく、ベーシックインカムの映画の方が、新しく制作がつながるなど大きく広がりました。こういったきっかけがどうして、行われたかといいますと、ロシア国際映画祭という、日本でロシア映画を紹介するプログラムをボットキノ社といいます、モスクワに本社があります、ロシア の、あの文科省さんと、つながりのある配給会社が日本に、映画祭を2017-2018としまして、そちらに、私ユーラシア国際映画祭という一般社団法人を立ち上げて映画祭のサポートをさせていただいたことがきっかけです。この時に来日しましたセルゲイ・ノボジーロフさん、そして、マキシム・コロソフさんという俳優さんであるとか、リーザ・アルザマーサさん、こういった、方々にあのお会いして仲良くなりまして、そのままあの2年間にわたっておもてなしをしたところ、じゃあ来年はぜひ、アムールにおいでよというふうに言っていただきまして、その場であのサインもしていただいて、なんとかあの今回第1回をすることができました。おかげさまで大変好評だったので、来年以降も日本映画を紹介しようというプログラムが決まりまして、年が明けましたら、一般公募を行いまして、ロシアの映画祭に参加する作品を、集めていきたいと思っております。ちなみに、ロシア映画祭は2019年も、東京で行われます。2019年12月12日に来日しまして、18日までの予定ということなんですが、現在都内で上映会場は調整中になりますけれども、ぜひ皆さん平日はおそらく夜になると思いますので、この期間都内でロシア映画祭があるよということで、予定の方を調整していただけたらと思います。来日11名が来日する予定と聞いておりまして、毎年来日しておりますリーザ・アルザマーサやマキシム・コロソフも来日する予定です。
本日上映いたします叙情という映画にも主演している2人です。こういった1年だけではなくて相互に作品を最新作を紹介し合うという友情関係がロシアとの間で結べていることをとてもありがたいなと思っておりまして、まだまだ小さなプロジェクトではあるんですけれども、皆様のお力をお借りして毎年続くプロジェクト、そしてできましたら一般社団法人ユーラシア国際映画祭、まだまだ配給にプッシュする力が足りなくて、ロシアの映画も日本のメジャーシーンに押し出せておりません。また、今回アムールの秋国際映画祭、そして、ナリチク国際映画祭に持って行かせていただきました、合計10作品の作品も本当であればロシアの映画館で流れる形に配給をプッシュしていきたいと考えております。私だけでは力が足りないので、ぜひ皆様サポートの方をしていただきまして、日本とロシアでいつも上映がし合えるようなお互いの最新作を、お互いがファンになって作れるような状況を作っていきたいと思います。こちらの方はアムールの秋映画祭の写真になりますけれども、日本から8名の映画関係者が参加してくれました。一人じゃないという作品、被災地の孤独死をテーマにした作品からは4名の方が来てくださいまして、具体的には監督の一人じゃないの監督の、ど忘れしました、監督の監督の金井実監督でした、はい、すいませんボケていました、金井実監督、そして、主演の小林涼子さんも来てくださいました。そして撮影監督の倉田修司さん、スタッフで女優の方も来ていただきました。また、暗闇祭りの小川さんという作品からは、撮影に、サポートされた、支援協賛企業の長沼さんが来てくださいました。また、私が監督した映画始まりの日ベーシックインカム元年からは主演もしてくれて、そして日本財団に、お勤めの日本財団の日高さんが参加してくださいました。そして、こちらの写真の下の方にいる着物を着ている、深月ゆりやさん、女優でジャーナリストとしても活躍されている、深月ゆりやさんがホラー映画を持ってきてくださいまして、こちらの上映とともに、日本舞踊も踊りました。現地では、日本語の通訳としてロシアで一番上手なんじゃないかと言われておりますダーリアさんが、現地で通訳も行ってくれました。本当にありがとうございました。このような形でレッドカーペットをみんなで歩くことができました。連日満員になりました。現地でフライヤーを配ると皆さん受け取ってくださって、最終日はモスクワからも来られた映画関係者が400人ほどいたんですけれども、私が会うと名刺差し出す前に、日本シネマデイズのチラシを持って、ああなたがレナーさんですねというような形で、皆さんの作品と名前も覚えてくださっていました。こうで、どんな感想があったかといいますと、日本に行ってみたいという感想や、また暗闇祭りの小川さんの作品を見て、お祭りを初めて見て大変日本文化に興味がある、より日本文化を知ってみたいというお声をいただきました。多くの方がモスクワではもう少しは日本映画知られていると思うんですけれども、アムール州では日本映画を一本も見たことがない、それどころか日本人に会ったことがないという方が多くて、芸者と侍以外の日本人がいるんだというようなすごく原始的な感想もいただきました。審査委員長の、方からはですね、ジャーナリスティックな視点と、日本の文化を
紹介するとてもバランスの良いラインナップで作品であるというお褒めのお声をいただきました。次に成地区国際映画祭のことを紹介していきたいと思います。どういった上映会だったかと言いますと、こちらはコーカサス地方の首都バカルタ・バルカル共和国の共和国の首都にあたります。で、大変風景が綺麗なところでした。朝夜中着いたので、どんな風景かわからなかったんですけれど、朝起きると、ホテルの前がすごく綺麗な山と川とという形で、ハングライダーやスキー、そして夏は泳いだりとかいうことで、ね、人気のリゾート地でした。で、現在は主にロシアから、バケーションリゾート地としてお客様が来られているそうなんですけれども、以前は世界中から観光客の方が来られていたそうです。で、私は現地を案内していただいたんですけれども、日本人に初めて会ったとやはり言われまして、日本からも観光に来ていただけたらいいなと思いました。またお客さんの3割がムスリムの方だったんですね。成地区国際映画祭も、毎日満席だったんですけれども、私たちは開幕式が14日で、15日から映画祭本番が始まるんですが、なんとそのオープニング上映ということで、開幕式後の15日オープニング上映をさせていただきました。残念ながら私が上映を立ち会ってスタートしてからすぐ空港に行ってしまったので、ご長さんの作品の反響がどうだったかというインタビューを取れていなくて大変恐縮だったんですが、終わった後メールがありまして、日本とロシアの交流がすごく印象に残ったという反響をいただきました。また、ご長さんの作品のこともありまして、成地区映画祭も来年ぜひ来てほしいと言われました。で、その中で2つの映画祭に参加した感想としては、ロシアの方は字幕を見るのにあまり慣れてないなということがありまして、来年持って行かせていただく映画をセレクトするときに、よりロシアの方に届く作品を、見つけていきたいと思いました。具体的には音楽を多用していたり、アクションが多用されていたりというものの方が実際に配給が決まる可能性が高いんじゃないかなとも思いまして、そういった作品を持っていきたいと思いました。また、その中で新しい映画制作をして持っていきたいという声をロシアの方からもいただきまして、現在準備をしています。これは成地区地方で、ぜひ来年ご長さんも一緒に行っていただきたいんですけれども、山から噴水が出ているチゲムっていうところに行きまして、そこはマイナスイオンが多くあるとかいうことで、地元の方のインスピレーションを得たいときに行ったりする山だそうです。で、ここはハンググライダーもできるそうです。で、狩猟民族の方が住んでおられたエリアで毛皮を売ったりとかいう方がおられました。またウクライナとも、近く交流がありまして、成地区市には、マルコ、ポバリックという詩人の、ミュージアムがありました。これはウクライナの、作詞家、ポエット、詩人の方のミュージアムになるんですけれども、このように民族衣装を着て、観光ができるということや、作品を見ることができるんですが、このマルコさんは実は日本とご縁がある方で、日本の、お皿を飾っていたり、イチョウの木がその、ミュージアムにありました。なぜかというと日本が好きで、そして、息子さんは日本に実際行かれていろんなものをお母様に持ち帰ったそうです。こういったところでも成地区と日本の交流がありました。この方はですね、ナタリア・バーリーさんという方です。
でソ連時代に61のキャラクターをロシア全土で、ソ連時代なのでロシアよりもさらに広く、今のウクライナであるとか、そのソ連全体で知られるムービースターの方が来られていました。70歳を超えて現在72歳になっているんですが、ボリジョイ、バレエサーカス団のメンバーとしても現役で活動されていて、歌も歌っておられました。またもう一つの、またこのナタリア・バーリーさんには今出演をオファーして受けていただきまして、来年までに仕上げる新作アクションサムライムービーに出演していただくという、その場での OK をいただいております。ですので今後、さらに交渉を進めて、実際に一緒に来年には作品に出ていただきたいなと思っています。もう一つの報告としては、もうドキュメンタリーの映画を撮影を始めました。と言いますのは、私が今回持っていきましたベーシックインカム元年という映画があるんですけれども、この映画をロシアのベーシックインカム団体に PR しました。ナリ地区に行くにはモスクワのトランジットが24時間31時間ぐらいあって、モスクワにすごく長く滞在することになるので、空港にずっといてもつまらないなと思いまして、連絡をしてみました。そしたらすでにスタートフィルミング、 OK と、ベーシックインカムロシアだね、インロシア3、4、5。この映画のことを知っていました。というのは、アムールダーキ映画祭の時にロシア全土に広がるニュースで日本映画を持って行ったこと、またベーシックインカムの映画を上映したことというのがテレビや新聞のネットニュースで知っておりまして、あなたがレナさんですかというような形で受け入れてくださいまして、で初日に行くと、4名の方が迎えてくださったんですけれども、開口一番言われたことが、この映画とても面白いから、できたら、ロシア側でのベーシックインカムの映画も一緒に作ってくれないかということでした。でモスクワ行きと帰りでトランジット2回あったんですけれども、最初の日にそういったお話をいただいて、で帰りの日にはもう撮影の準備がされていました。インタビュアーの方が現地の経済学者さんであるとか、哲学者さんであるとか、またこの方はモスクワで最も古い、修道院の、牧師さんで、ピーターさんという方で、現地で修道院の中で、20数名の、貧困家庭の子どもたちへの教育を行っている牧師さんなんですけれども、プーチンさんも、通っておられる、彼らが言うにはプーチンさんのパートナーでもあるというピーター牧師も、ロシアでのベーシックインカムの可能性について、インタビューを受けてくださいました。現在その映像はその場では簡単な英語翻訳にしていただいたんですけれども、書き起こしをしていただいて、英語翻訳をしていただいております。こちらの方もネット配信のご覧の皆様にもお願いしたいことがありまして、私自身大変キャパシティの少ない人ですので、自分自身の処理能力を超えたことが周りで起こり始めております。でもとてもいい機会をいただいたと思っておりまして、こういったインタビューを英語もしくは日本語になったものを一緒に資料をまとめたりですとか、これを日本と重ねて表にしてみたりだとかいうことは相互の役に立っていくと思います。今日は竹中平蔵さんのベーシックインカムをやった方がいいって言ったらしいですね。なんかニュースで見てみました。なので日本でももうすぐ始まります。ロシアでは今このベーシックインカム、ロシアトゥモローという団体で、元労働組合の、会長さんであるアレキサンダーさんが代表の、団体でご夫婦でやっておられるんですけれども、この中ですでに、ロシア人8名、ウクライナ人10名、合計18名の方がこの団体によってベーシックインカム給付を受けております。
まだまだ小規模とは言いながら、5人のお子さんを持ったシングルマザーの方や、またウクライナの方、モスクワから500キロ離れたところにおられるあのシングルマザーの方、シングルマザーが多いみたいなんですけれども、そういった方に給付を始めているそうです。また今回はお会いできなかったんですけれども、サハ州のサハ共和国の初代大統領の、ミハエルさんもベーシックインカムをサハ州で行いたいという意見を持っておられるそうです。私と同じ日にモスクワにはいたんですけれども、クレムリンの方で急遽、ロシア政府とのミーティングが入ったということでインタビューはできませんでしたが、また次回行った時にインタビューをする予定です。サハ州は大変広くロシア連邦の国土 20% に当たります。この中で、1000人規模のベーシックインカムが始まると本当に大きな動きが起こっていくと思います。ですので、この団体ともつながりながら、もう一回ロシアに行って撮影の日程を組みまして、どんな方が給付を受けてどんな変化があるのかということを取材していきたいと思っております。でこれは補足になりますが、日本でも、ベーシックインカムをスタートしたいということで、先日内閣府に請願に行ってきました。台風の被害が、大変頻発して豪雨災害が増えております。こういった被災者の方へのベーシックインカム給付を行ってほしいということを請願書を、3日前に渡してきました。また細かい報告をしたいと思うんですが、今日はロシアということで後半ベーシックインカムのことを多くしてしまったんですが、この PDF の資料は一旦これでおしまいになりまして、今日はですね、ゲストに早稲田ブラスという、作品を上映させていただきまして、監督の伍長さんにお越しいただいております。伍長さんと一緒にお話しさせていただいてもよろしいでしょうか。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。監督名は英語字字続きにして余計よくわかんないって言われてるんですけど、マサ伍長と言いまして、はい、長野県の出身です。よろしくお願いします。はい、伍長さんの作品、どんな作品かと言いますと、今こちら音は出ないのかな、どんな作品か説明をしていただいてもよろしいでしょうか。ご縁がありまして、極東ロシアのウラジオストックっていうところに行きまして、はい、でそこに金管系のビッグバンドで、はい、ずっと長く活動しているアセキンっていう、通称も有名になってる金管楽団がありまして、で彼らが向こうで初めて演奏活動をするというので、そこに同行して作品を作りました。でホールコンサート、もちろんリハーサルから撮影はしたんですけど、ロシアに行ってホールコンサートと学校訪問をしまして、その両方をロシア語でまとめました。はい、最初ナレーションもロシア語で入っていたり、ロシアの方々がこのワセキンの皆さんの演奏をどう受け取ったかという感想を、言っていただくシーンですとか、また、子どもたちのに向けて寸劇を行ったり、そういった交流が、刻まれてます。この日露交流をもっと進めようというポジティブな、感想を、上映後メッセージでメールでロシアの方からいただきまして、本当に今回作品を預けていただきましてありがとうございました。こちらこそリゾート地で上映していただいてありがとうございました。早稲田のみんなも喜んでましたので、はい、ありがとうございます。指揮者も行きたがってたみたいなんですけど、多忙だったんでちょっと行けなくて申し訳なかったです。はい、来年ぜひまた新作を、ね、持ってきていただけたらいいんじゃないかなと思います。また先ほどの報告で言い忘れてしまったんですけれども、こういったリゾート地で映画祭をやる理由というのがいくつかあるなと滞在中に気がつきました。一つにはこれは安全保障だったんですね。
というのはどういうことかと言いますと、市内を回ってみるとムスリムの方の住んでおられるエリアにいくつか銃弾の跡とかありました。というのはチェチェン紛争の歴史が残っていて、で何かあるとこういった紛争が起こってしまうかもしれないという意味合いも含めて、モスクワから毎年この映画祭を行うことで、スターの皆さんがナリ地区に集まって、そこで市民との交流を行うということが安全保障にもなってるのかなということを思いました。よく理解できました。またその、映画祭の中では、こう成地区のトラディショナルな踊りであるとか音楽を発表する機会もありました。そういった中でモスクワはこう共和国の文化を尊重してるんだよということを表現する場でもあるなと思いました。先ほど映画祭がすごい満員だったっておっしゃってたんです、はい、なかなかすごいですよね、はい、映画祭になかなか満員にはね、はい、いくつかの大きなものがなりますけど、はい、映画祭満員になるっていうのはものすごい文化レベルが、だから興味があるのかもしれない、はい、やはりその娯楽がこう地方になると少ないというのもあると思うんですけれども、そのいい音楽を聴いたりいい映画を見たい、そういう文化に触れたいというすごい純粋な思いで皆さん来てくださってるなと思いました。日本映画の上映も満員で300人ほどのホールだったんですけれども、満員で立ち見の方もいました。いや素晴らしいですね。素晴らしいですね。映画祭ってなかなか、私も北京国際映画祭など行ったこともあるんですけれども、劇場がいっぱいあるということもあるんですけれども、一つ一つ の劇場が埋まるというのはなかなかないことなので、すごくロシアの方の文化レベル、文化を求める気持ちというのはあるんだなと思いました。なるほど。はい、早稲田ブラスは、ちょうどウラジオストックという街がすごい魅力的で、はい、僕が日程的に余裕があったので、はい、先乗りできたんですね。はい、それで観光施設とか定番のコースとかを、はい、行ったスタッフの人たちと回って、はい、大体理解して、で楽団が来たので非常にいい形で撮影はできまして、はい、すごくいい場所だったんで、はい、その魅力的なのを日本人に伝えられたらいいなとは思いました。はい、ウラジオストックで実は、今映画を撮影したいなということを考えています。昨日はこの映画に音楽のプロデューサー、全体のプロデューサーですか、今瀬さんも一緒に、ウラジオストックに、住んでおります足立さんといわれます、現地のガイドや映画の撮影、時にはカメラマンも、される、足立さんをご紹介してきたんですけれども、アクション映画で、日本とウラジオストックで撮影をする映画を作りたいなと考えています。コスプレをコスプレで、盾をやる内容にしたくてですね、今日は東京の日野で報告会をしているんですけれども、日野が誇る土方歳三さんが実は函館で亡くなっていなくてロシアに行ったんじゃないかという説がありまして。そうですか。はい、初めて聞きました。実はご遺体が見つかってないんですね。近藤さん の首は見つかって、そして水道橋の飯田橋の近くにあるお寺でその首が晒されたりしたんですけど、もし土方歳三の首を取ったのであればそれは晒されて当然だと思うんですが、一切出てきてません。また墓標も出てきてないんです。墓標を書き写したという書類を見たことがあるんですが、土方さん以外の戦死者の名前はしっかりと書いてあるんだけど、最後土方さんこの先っぽの左下にちょこちょこっと他の方と違う筆筆で書いてありまして、最後に急いで書き足したという感じなんですね。なるほど。本当に首を取って亡くなっていたらまず最初に来るはずなんです、副隊長ですから。でまた土方さんは、ご自身が亡くなったと言われている、数日前に舞台にいる16歳の若者を関東に送っているんですね。どういった方法でかというと、
アメリカ の, あの船に、函館から乗せて、小敷の格好をして新横浜まで行きなさい、我が部隊が最後まで戦ったことを日野の方に伝えてくれというふうなことを言っています。でアメリカ の, あ の, その反戦に船長さんに、交渉できる政治力をもともとお持ちだったということで、ご自身なぜお持ちだったかというと、彼をサポートしてたあの佐野家というファミリーが当時ロシアと商売をしてた豪商のファミリーで、函館にあの一軒家を土方さんに貸してたんですけれども、ということはご自身の舞台がもうあの数日で終わるということが分かって、若者を生かしてあの派遣する方がご自身どこかで来てるんじゃないかなということは結構濃厚な説なんじゃないかなと思うんですよね。それを基本に、それを基本に実はロシアにサムライスピリットが飛んでいたっていう後半はサンズファンタジーで、あのコスプレをいっぱい多用して、あのロシアにサムライファンがいっぱいいるぞみたいな形で、はい、まあ、ウラジオストックはシベリア鉄道の起点で、はいはいはい、でそれの、まあ、基本ロシアの方が作ったんですけど、はい、ほぼ日本人がサポートしてるんですよ。そうなんですか。それで当時4000人もウラジオストックに日本人が行ってまして、はいはい、でそんな話を現地の方から聞いたので、当時というと何年ぐらいになるんですか。シベリア鉄道なので、はい、日本でいうと大正初期ぐらいですか、はい、うん、ちょっと時代背景違ってたらすみませんね、僕シナリオ書いたんですけど今思い出せなくて、この正確なところはひょっとしたらですけど、うん、土方さんがもしあのロシアに行かれてるとするとウラジオについてると思うんです、うん、当時はね、あの、はい、土方さんの時代と僕の交渉してた時代が一緒かどうか分かんないんですけど、はい、ボートトレインっていうのがありまして、はい、まあ、東京新橋から出て、はい、それで電車で、あの、まあ、汽車で行って、はい、それで駿河からウラジオストックに行ってたんです、はい、もうそれがメインで、まあ、今新作であの落語を撮ったんですけど、はい、それも同じように、はい、あの稚内からあの大泊まりまで船で行って、はい、それからすぐ電車が出てるっていう、はい、あの非常にアクセスが日本はその当時良かったので、はい、それでウラジオにあのたくさんの方が渡ったっていうことは聞いております、はい、そうだったんですね。もし、まあ、大正の時代に土方さんが行かれていたら現地でビジネスされたりして明治を生き抜いてその時にいたかもしれない。可能性はすごい高い。新選組の中であの実際に馬族になった方がいらっしゃるんですよね。であの30年ぐらい経って戻ってきた日、1日だけ家族の元に戻ってきたことがあったそうなんですが、とても頭のいい方だし、もともとが侍武士ではなくて、あの日野の、多摩川、日野に住んでおられて多摩川 の, あの野草を薬にして売ったファミリーの、あの出身なんですけど、なんか、まあ、ちょっと話が、広がってしまいましたが、あのそんな思いで、新作も撮ろうかななんて思ってるんですが、生きた日露交流をあの映画という形にしてみたいなと思ってます。またその落語の話をお聞きしたいんですけれども、はい、どういったあの背景でどういった思いでこの落語をドキュメンタリーとして作られてるんでしょうか。ウラジオストックでロシアと具体的なお付き合いがっていうか、映像を通してロシアの方と交流ができた、はい、もちろんそこに音楽が入ってたんですけど、はい、それからあの僕はもともとセルビアとご縁があって、はい、セルビア関係、まあ、バルカンの国々の関係で特にセルビアの方々と交流が深かったんですけど、あの落語家の方で外国で落語を主にやってる方がいらっしゃったんですよ、はい、でその方がたまたまセルビアで落語をやるということで、はい、でそれを大使館で撮影したりした関係がありまして、でその方があの昨年ロシア面だったんですね、はい、ロシアにおける日本面って交流の大きな文化交流を国を挙げてやろうということで、それであの三遊亭楽丸師匠という、はい、あの話し家の方なんですけども、彼が極東ロシア3カ
保証、ウラジオストック、ハバロフスク、サハリでやるということで、あのウラジオストックは行ったことがあったので、あの島なんですけども、あの日本と縁があったサハリに行ってみたいなと思いまして、はい、ラクマル師匠のサハリの公演を完全密着したという、で日本からも応援の人たちも行きまして、その方々と一緒にサハリに渡って、はい、彼のパフォーマンスと、それからあの普段なかなか行けないサハリの観光地をいろいろ回ってきて、その風光明媚なサハリンの風景と楽丸師匠の渾身のパフォーマンス、まあ、2か所にやったんですけど、それをあの凝縮して、はい、あの一本のドキュメンタリー映画にしました。そうなんですね、あの大変興味深い、内容だなと思っております。その日本文化というのは今この日本国内だけで保存して継続、伝えていこうとしても、なかなか高齢化であったり、それを引き継ぐ方が見つからなかったり、後継者の方が見つからなかったりしていると思うんです。なのでこういった映画という形で、あの映画祭で上映していくことで、日本文化の魅力というものを、あの多くの国の方に見ていただいて、でそこからひょっとしたら日本人の方じゃなくても後継者の方が見つかったりとかいうことで、あの落語はまあ古典芸能とは言えないかもしれないんですけれども、そういった形でドキュメンタリーを撮られているというのはとってもあの興味深いなと思っております。あの日本ではあの2度ほど、はい、あの大きな会場と、まあ、プライベートでこじんまりした形の上映会をやりまして、はい、でまずはあのみんなが同じ疑問を持つんですけど、私もそうだったんですけど、はい、ロシアで落語が伝わるのかっていう、はい、これ受けるのかって、受けなかったらどうすんだっていうね、はい、非常に心配、私が失敗してもしょうがないんだけど、はい、心配がありますよね、はい、それ撮影にわざわざ行ってるんで、どういうふうに伝わるんだろうって、すごいどんな反響があったんですか。物バカ受けですよ。どんな部分が受けてるんでしょうか。もちろんこう様子を見ながら、はい、あの話のプロなので様子を見ながら、それから小道具の使い、いきなり本題に入らないで、あの、はい、あの落語も深いので、すごいこう人情話みたいな深い話から、はい、あの前座さんがやるようなすごくウケる、あの伝統的な軽い話、はい、でいろいろなその演目があるんですけど、その普段は落語をやるときは演目を決めないで講座に上がるんですよね、はい、落語家の、あの話し家の方って。なんですけど、あの通訳さんと関係があって、今回演目を決めてあのやられたんですけど、はい、そこに行くまでにこうプロセスを、あの小道具の使い方から始まって、あの手ぬぐいと、まあ、扇子をよく使うんですけど、それを説明しながら、まあ、上手なんで、その説明が、それで引き込みながら、その熱量みたいな、会場の熱量を感じ取りながら、本題に持ってくるという形、それが会場が2つのところを収録してますけど、1つは日本語は全く分かんない、でも年齢層すごい若い、あの大学芸術大学でやりました。で、2か所目は日本に興味がある、もしくは日本が少しお分かりになる方の会場でやって、やっぱり受け方が違うんですけど、両方とも非常にあの伝わってました。インタビューもあのそれがよく表れてて、はい、あの皆さんあの興味持ってくれました。でしかもあのそこにつなぐまでに、あのお二人のロシアで音楽を学んだ方が、あの語りとそれから歌とピアノの演奏で、あの会場を和ませながらうまくあの落語に持ってっていただいたので、はい、それの流れもすごく良くて、あのプログラムとしてすごく伝わったと思います。どんな内容 の演目をされたんですか。あの一番受けたのは、あのとにかくやっぱり通訳の人が本当に上手くて、はい、その人が話し家になった方がいいんじゃないかと思う。そうですね、通訳の方がうまく伝わらないと、今もう完璧っていうか、はい、もう言う前にも出ちゃったりなんか
会して日本語が出たりして、はい、あのそれだけ誰も彼女自身も演じてたっていう感じでこう臨機応変にやってくれてたんでそれがもう完全に伝わっちゃってそれが面白くてであの本来はリアクション落語ってあんまりリアクション芸じゃないから、はい、話し方の方が話して受けるっていうのこで大体終わるんだけど、はい、初めてあの話し家の楽丸師匠もおっしゃってたんですけど初めてこう自分が何かやると相手がリアクションするんだよそれが世界初かもしれないですけど、はい、それも取れてますから世界初のリアクションかもしれないね、はい、本人はあの落語家人生長い落語家人生初めてって言ってたから、はい、それをしかもロシアの人にリアクションしてもらったということで、はい、楽しみですねあの刀ってあの、はい、センスで刀を表現するんだけど、はい、あの話し家の方の刀っていうのは自由自在長さが変わるんですよ、はい、目線の持っていやそれ言っちゃないのか言ったら僕は話し家じゃないんで、はい、目線の持っていき方でものすごい長い刀もできるし、はい、あの先ほどの話じゃないですけどあの日本刀ぐらいの長さもできる、はい、表現できるんですけどそれをねやったら客席でこう白羽鳥みたいなことでしたねへえ、あ、そういうことですか。刀をずっとやったらちゃんと受け取ってくれる。受け取ってこれチップロンタインしてなんか。はい。恐ろしかったです。スリアクション良かったです。ノリがいいんですね。ノリが良かった、ノリが良かった。でそれからもう完全に引き込まれるから、はい、何やっても受けるんですよ。そうなんですか。だからあの本題に行く前に小話って、はい、ちっちゃな話を、はい、ショートストーリーやるんですけどそれが抜群にうまくて。はい、でも本編ではあの本編あの本題に行かないでその味噌豆っていう小話で終わりましたエンディング。うーん。江戸時代に作られた落語ですか？現代落語ですか？いやあの古典ですね。古典落語。古典です。それがちゃんと伝わるんですね。伝わりました。なるほど。でなんか、はい、これはちょっとあの落語師匠の手売りなんですけど、はい、あのインタビューの中で彼も言ってたんだけど。ロシア語っていうのが日本語の起承転結に近いんだって、はい、そうなんですか。だから話の持っていき方でオチをつけやすいっていうことらしいのね。で次は落語師匠がロシアで、はい、ロシア の, あの民話みたいなものを落語にしてくれる日を楽しみにしてますけど、はい、研究には入ってたら面白いですね。研究には入ってるんですよ。そうなんですか。ロシアの民話を今落語師匠が調べてられるんですか。調べて、うん、資料を手元にあって調べられているものです、はい、これ言っちゃいけないかもしれないけどね。ぜひ読みたいな。どこで手に入れられたんですか。ロシアの民話というのはなんか豪華本であるみたい。僕は現物みたいなんだけど、はい、現物のコピーを見せてもらったんですけど、はい、あるようですよ。そうなんですが今ロシアの方にこう脚本を作っていてその侍の単に土方さんが行くだけじゃ面白くないなと思って何かこうロシアのことをもうちょっと含めたいなと思って調べているところなんですけど、はい、ちょチラシだけ見せて、はい、しましょう。こちらですね、はい、ドキュメンタリー映画と落語奇跡のコラボが実現令和夏って書いていますね。これあの、はい、一番暑い時期にたまたま、はい、あのやれたんで、はい、なかなかあの暑くて、はい、僕は小平なんですけど小平の方はなかなか来れなかったりしたんですけど、はい、あの会場結構人がいっぱい入ってくれましてよかったです、はい、そうだったんですね。そうなんですよ。今後日本でも上映の機会があるんでしょうか。はい、上映会これがドキュメンタリーならではんですけど、はい、劇映画が完全に決まってちゃったら本編そのままなんですけど、はい、ドキュメンタリーってその時点の情報で少し直せるので、はい、あのサハリンで落語って伝わるんですかっていうタイトルなんですけど、はい、サハリンは行くんだったら稚内から行かないといけないんで日本だとね、はい、昔は海で今55キロぐらいしか離れてないんですけど、はい、稚内行かないでそういうのちょっと語れないなと思って、はい、稚内の海だけ取りに行ったんですよ。でその辺で周辺いろいろあの調べたら、はい、さらによくサハリンのことが分かる情報があったりあと札幌に樺太博物館ってあり
ありまして、もう閉鎖になってしまったんですけど、はい、そこでお話が聞けたりして、はい、より深く理解できたので、それを少し盛り込んで、あと11月の頭に、これ上映に来ていただいた留学生の方がいるんですけど、はい、その方が落語なんとかという、はい、インドネシアの留学生の方なんですけど、はい、その人が落語やるらしいので、学園祭で。でそんなこと聞くとやっぱりそれ撮影しなきゃって感じになるよね、はい、でそれをオープニングに近いところで使いたいなと思って、はい、一応それが撮影できたらですけど、はい、学校の許可もあるので一応予定ではそれを短いミニドキュメントにしてインサートして本編を70分ぐらいで完成させたいなと思ってます。で11月中にはもう補足しないで完成版をやってできたら田舎が僕は長野県の諏訪っていうところなんですけど、はい、諏訪で上映してくれるという先輩方がいたので、はい、先発そのニューバージョンが諏訪でやって、はい、でこれもロシア語なんですよ。字幕は英語でつけてますけど日本語を逐次通訳でロシア語で言ってるんで、はい、インタビューもロシア語なんで、はい、ロシア語、日本語、字幕と英語にしてるので、はい、あとナレーションの部分だけ工夫したらロシアで十分伝わると思うので、なるほど、うん、なので、はい、ロシア語の分かる人にナレーションをやってもらえれば、はい、完全ロシアバージョンができるかなと思う。ぜひお力でナルチクと、はい、ナルチクでできてご縁があったらかけていただいた、はい、落語っていうのあるよって言って受けるんじゃないかなと思います。そうですね、落語をぜひロシアにということで、あと母校の諏訪清涼高校のドキュメンタリーも現在撮影中ということなんですけれども、う、ね、どういった内容なんですか？私の母校は日本で一番長い校歌を歌うって言って有名なんですよ。長いんですか？長いんですよ。何分くらい？15分くらい。式典それで終わっちゃうじゃないですか。いやいや、それ、はい、もう歌いたくてみんな集まるんだよ。そうなんですか。でだからそれは撮影者としてはいつも撮影してるんですけど、はい、その都度感激があるんですね、はい、でたまたまそんなことをしてて、これを告知用紙に、はい、できたので、はい、その流れで諏訪と東京の、はい、会総会というのがありまして、そこ のドキュメンタリーを今撮ってます。うーん、うん、流れ、なるほど。諏訪って今回は台風の被害は大丈夫だったんですか？諏訪は大丈夫でしたけど、筑波川の、はい、長野ですね、長野がすごい大変なことになってて、はい、すごい心配なんですけど、はい、長野市のですね、はい、筑波川といって信濃川といるんですけど、はい、川がでっかいんで、はい、氾濫したとこが、流域が、水の量がすごい、今まで一度もないんだよね。なるほど。そうです、わかりました。長野のちょっと地理がわからないんですけど、伊那市とは離れてますか？伊那は近い、比較的近いです。今、伊那市でもロシアの映画を上映しようかっていう話を、伊那市議さんと市長さんとお話をさせていただいて、もともと桜の交流でロシアと交流があって、高遠か。高遠っていうところなんでしょうか。桜は有名ですね、高遠は。以前の、日本の駐在の大使も、諏訪ではなくて伊那市を訪ねられたことがあるっていうことと、あとこの間の、東京駅の近くで行った報告会の時に、伊那市にある文庫峠という、はい、有名ですか？有名ですか、はい、文庫峠昔から言ってますよ。を発見された宮本先生という学者さんが来てくださって、で報告会をさせていただいたら、じゃあロシアの映画とをロシアの方々が12月に日本に来られるので、伊那を案内して文庫峠連れて行けたらいいなってお話を今していただいてます。ただスケジュールが、彼らが日本に来てロシアの方々1週間映画上映会の間に東京からスケジュールが取れるのかなということで今調整中なんですけれども、私がリゾート地を案内していただいたので、
今度ロシアから来られた方を日本の素敵なあのリゾート地や観光地にご招待したいなっていう思いもあって今調整中です。12月寒いですけどね。はい、12月ロシア の, あのチームが来られた時にあの伍長さんにそのドキュメンタリーみたいな形で来てこんな映画祭をして交流してっていうのを撮っていただくっていうことはできないでしょうか。ああ、大丈夫ですよ。本当ですか。いつもあの自分でもカメラ回そうかとも思うんですけどやっぱりこう準備してカメラ回してじゃ全然落ち着かないのであのしっかりプロの方にこの来た記録を撮っていただいたらロシアの方もあの交流が形として残るのであの撮影していただける方がいたらいいなと思ってたんですがもしよければぜひ間に合ってますよ。はい、あの間にあの短いバージョンもあるのであの、はい、落語のやつ見ていただいたりしてね。そうですね、そこでプレゼンしてみたりしてねであの来年のアムールの秋映画祭成地区映画祭あのぜひまた日本映画参加させていただいてであのセルゲイさんたちはその映画祭だけではなくて年間15本の映画祭をやっています。それすごくないですか。ちょっと考えて1ヶ月に考えられるか追いつかないんですけどね。まあ、確かにフェイスブックやインスタグラムを見てると今日は中国の大連そして、6月にはメキシコ行ったりブラジル行ったりあのセルビアにも行かれたりしていつもどこかで映画祭やってるんですよ。で大抵そのセルゲイさんとあのマキシム・コロソフさんっていう俳優さんでありまたそのプロデューサーとしてあの裏方の方もしっかりコーディネートしてでもレッドカーペット歩かせると超かっこよくて視界もバッチリでとってもかっこいい方なんですけれどもそのチームでやってるんですね。なんかあのすごく生き方みたいなもう映画祭が人生みたいな感じでぜひいい交流ができてそしたら私たちの映画もねセルゲイさんと一緒にいろんなところに連れてっていただけたらいいななんて思ったりするの で、ね、あのそういったおもてなしの意味も含めてもしよかったらセルゲイさんたち来日の記録を作っていただけたら嬉しく思います。スケジュールが全然大丈夫ですね。 ありがとうございます。ライブ配信を見ていただいている皆さんもありがとうございます。では一旦あの、こちらの報告の方をあのマイクを閉じたいと思うんですけれども最後あの告知の方などありましたらお願いいたします。あのまだ見ていただいてない方も多いと思いますので今鋭意編集中でございます。はい、ロシアの、サハリンで落語って伝わるんですか非常に面白い仕上がりのドキュメンタリーになってますのでぜひあの機会がありましたら見ていただければと思います。よろしくお願いします。はい、本日は、映画監督のマサ・伍長さんにゲストにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。じゃあちょっとライブ配信をですね一旦閉じてありがとうございました。